ヤモ&のコウさんです。本日は久しぶりにバンズのスニーカー紹介動画になっております。やったー、めっちゃ嬉しい、マジで嬉しい。本日紹介するやつなんですけど、もう今年一番僕が楽しみにしていたバンズになってます。来て嬉しい、これやっと手に入った。日本国内に全然流通してなくて、やけどもうリーク時点でもう一目惚れしてたんで、どうしても手に入れたくて、海外の友達に手に入れてもらって送ってもらって、なんとか届きました。まだ僕も開けてないです。めちゃくちゃ楽しみ。やっぱマジでやったー、これもう一時期一瞬諦めたからな。さあ、じゃあ早速開けていきましょう。よし、開けるでよしよし、じゃあ開けます。おお、マジで楽しみにしてた。じゃあ行きます。やっばこれ、いやマジで嬉しい。これほんま国内入れてなさすぎよ、こいつマジでよ。扱いあるかなと思って普段行ってる京都のビリーズとか関西圏内で取り扱い多いとこ電話したんですけど、マジでなくて、もうどうしようもないし、国内で買おうと思ったらフリマ系サイトしかないような状態やって、まあそれでも良かったんですけど、国外とかやとちょこちょこ数ありそうな感じやったんで、海外にいる友達とかにちょっと連絡したら手に入りそうということでゲットしてもらって送ってもらったんですけど、マジでこれ届くまで時間かかった。しかも予想以上にかっこいい。あかん。もういいわ。この動画もここまでで大丈夫。ご紹介させてもらうと、シュプリームとかホッケーっていうスケートブランドとかでもライダーをやってるベン・ケイドゥ、この人ってそんな人やったんやみたいなんでちょっと調べたライダーさんなんですけど、ベン・ケイドゥさんとバンズとのシグネチャーモデルで、ベン・ケイドゥ、ベン・キャドゥ、ケイドゥ、キャドゥ、あ、むずいな人の名前でごちゃごちゃ言う失礼だけど、ちょっとわからんけど、まあベン・キャドゥ、このクモノスっていうデザインがすげえ好きで、黒の刺繍でクモノスが入ってるっていう、この素材ミックス感がすごい好きで、しかもこれね、今年の頭ぐらいに紹介したスケートラインの仕様になってまして、サイドにこのピスタグがついてるシリーズ、スケートラインですね、は今年頭にスケートラインのファーストモデルのオーセンティックを紹介したんですけど、僕あれめちゃくちゃ今年履きまして、バイク乗ってる時大体あれっていうぐらい使い込みました。あれスケートラインめっちゃいいっす。スケボーにもいいけど、スケボーよりもタフな、日常使いにめちゃくちゃ履き心地いいです。アッパーの素材が強かったりとか、クッション性がね、見た目とか履き心地は今までのスタンダードなバンズらしい履き心地に近いのに、クッション性があるっていう感覚で、めちゃくちゃ履きやすい。ほんまにこの半年間ぐらい、正直僕オーセンティック、そのファーストモデルやから足との相性今までそんなめちゃくちゃ良くはなかったオーセンティックを買ったんですけど、今年一履いたスニーカー間違いなくあれってぐらいすごい履き心地が良くて、同じ靴リピートしたいなって思えるぐらい気に入ってるんですけど、まあ、そのスケートラインから出てるこのハイトップですね、スケートハイ、まあ、だいぶ信頼してるんで、だいぶ楽しみな感じですね。はい、細部の部分ちょっと見ていきたいと思います。全体の色味はこのブラックとサイドのコーデュラナイロンみたいな感じのアーミーグリーンの2色のツートンパターンになってまして、特徴的なサイドの大きく刺繍で入った黒の、クモの巣ですね。ジャズラインはブラックになってて、アウトソールもブラックのガムソールで、そのタグもブラックにアーミーグリーン系のものであしらわれてます。シューターのタグも同じくですね。で、中敷きがこれちょっと変わってんの、
中敷きはこれクモの巣じゃなくて窓のクラッシュ柄になってて、これ両方やな。まあまあ受け取り方やな。このクラッシュ柄はもう一個のシュプリームとのトリプルネームの方のモデル、配色が違うだけでそのパターンの流用っていう感じですね。サインとバンズのロゴが入ってる状態ですね。スパイダーウェブやったらなんか統一感ってもっと嬉しかったけども、このねガラスのクラッシュ柄がベンキャドゥのイメージ的なところらしくて、他のアーティスト写真とかでも若干使われてたんで、このスパイダーウェブのこっちよりもこのクラッシュ柄の方が代表的なデザインなのかもしれないですね。紐通すアイレットですね。アイレット周りブラックのちょっとガンメタ気味な塗装がされとって、どっちかっていうとちょっとメタリックな仕様ですね。もともとついた紐もこういう丸紐がついとったんで、こういうアイレットも相まってちょっとワークテイストの強い、雰囲気ですね。ベンキャドゥちょっと調べました。めっちゃかっこいいライダーなんで、マジで一回よかったらスケボーしてはる人見てみてください。2018年のシュプリームが出してるスケートビデオのファーストパート務めてはった人やったんですね。俺全然詳しなくて、普段からバンズ愛用してはるみたいで、普段はジャズとかオーセンティック系エラなんかなとかローカットのやつを履いてあるんですけど、今回シグネチャーはどっちもハイカットっていう感じで、スケートクリップもめっちゃかっこよかったです。マジで一回見てみてください。男臭いのが好きな人は結構気に入らはる、ライダーだと思います。まあまあそんなん言ったって、僕が惚れたのは正直この外見一発やったんで、完璧一目惚れモデルなんですけど、ほんとこのデザインがスケートラインから出てるの嬉しくて、ちょっとスケートラインについて軽く喋ろうか。そのスケートライン最初今年頭出た時に履き心地とかはいいけど、やっぱりこういうクラシックなモデルがそのまんま育ってきてるバンズの中で、ああいうちょっと機能性が特化しだしたモデルってちょっと懐疑的やったりしたんですよ。みんなあるあるだと思うんですけど、好きなブランドとか好きな人とかが新しいチャレンジだったり新しい世界とか新しい試みとかをしてる時って、前の方が良かったよ、今までのままでいいのにとか思いがちじゃないですか。僕も結構そうなんですけど、けどその前向きな挑戦をしてるモデルってやっぱり応援しとくべきやし、なんかその最初俺には合わへんなとか思ってても、まあねそれを好きって人もやはるから難しいとこやったりするんですけど、まあ、そんな中でスケートライン実際にファーストモデル買ってみて履き倒してほんまに良かったんですよ。さっきも話したんですけど、もうほんまに気に入って履かしてもらって、スケートラインそれぐらいなんか日常生活で履いてる時のストレスの少なさ、体への馴染み方が僕はめちゃくちゃ良かったんですよ。でそのスケートラインからもう僕の中のドンピシャのデザインっていうか、最近スケートラインめっちゃかっこいいデザイン他にも出てるっすけど、まあその中でも特にドンピシャのこいつが出てくれたっていうところで、かなりハッピーなお買い物ができました。友達ありがとう、サンキュー。いやでもな、一個だけちょっと言っとこう。これアウトソールのブラウングリーン系のガムソールになって、ちょっと普通のワッフルソールよりも濃い。これ普通のバンズ定番のワッフルソールなんですけど、僕ね昔これのこの全く似たような色合いのハーフキャブ持ってたんですけど、それがね経年劣化でなんかねちょっとゴケっぽい感じのモスグリーン系の色に変色してたんですよ、使ってるうちに。このモデルがそうかっていうわけじゃないんですけども、ちょっと経験的に昔そういうのをやったんですよ。着色料の経年変化やと思うんですけどっていうのがありました。それがちょっとどうなんのか不安なところではあるんですけど、まあ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 全体を通してみたら気になりづらい部分なんで、まあ別にそこはええかなって分かった上でやったんで全然大丈夫なんですけど、まあ昔そういうことがありましたよっていうのだけご注意ください。はい、で最後宣伝しときます。はい、これ新作で、また商品化この動画上げた段階できてるか分からんですけど、これブラックにブラックインクでがね、なんか遊びですっていう時にかっこよくて、アンドワークスっていうデザインが前ちょっと違うパーカーでやってたんですけど、最近うちが使ってる定番のこの12オンスのやつでアップグレードしたいなっていうところで、この黒黒モデル、個人的に気に入ったんで、なんかアウターとかで貼った時にいい感じなんですよ、やりますっていうのと、もう一個ちょっと宣伝させてほしいんですけど、11月27、28に鳥取でイベントします。鳥取のね、11月27、28日にアメリカンポップアップストアっていう、アメリカンカルチャーとか好きな人とかが好きそうなお店が集まるイベントに招待していただいて、2日間出店させてもらうことになりました。もう今年最後の出店ですね。中国四国とかそっち方面、行けんのもう恒例逃し、多分今後いつやとか全く予定立ってない状態なんで、2日間あるんで空いてはる日あらはったら、もしよかったら遊びに来ていただければ嬉しいです。お待ちしてますので、はい、以上です。履きに行ってきます。じゃあこれを今から僕は履きに行ってきます。ありがとうございます。それじゃあまた次回でお会いしましょう。バイバイ。あ、チャンネル登録高評価よかったらお願いします。バイバイ。